いつもご視聴いただきありがとうございます。自然サインライフスタイルチャンネルの竹内です。今日はですね、太陽養生処理についてちょっとご紹介しようと思っております。有機農業最新技術、太陽養生処理をここでは施しております。何かっていうとですね、これから梅雨明けっていう形になってくると、暑い太陽がさんさんと降り注いでくれます。その太陽の熱を使ってビニールを貼っとくだけで草が全部焼き切れちゃったり、もしくは病気が熱でやられてしまう、これを太陽消毒っていうんですね。その一歩グレードアップしたのが太陽養生処理と言われているもので、この中で米ぬかなどをすき込んでですね、愛媛藍を仕込んで3日目のボコボコのものを巻いたりしてですね、この中で思いっきり発酵してもらってます。はい、でこれ見ていただくとですね、はい、今現在のビニールの結構暑いですね。ビニールの中は土の中が42度ぐらいになってですね、この辺の気温が25度とかっていう形で、まあ実際この上の温度になっちゃってるので外気温は20度ぐらいなんですけども、梅雨のね、まだ最中の晴れ間でも42度ぐらいまで上がってます。この熱でね、この中の米ぬかとか腐葉土とか愛媛藍が発酵している熱と太陽の熱でダブルでね消毒してくれたり、もしくは草が発芽するんだけど枯れちゃうとか、もしくは病気も発生するんだけども動いちゃうんだけどもやられちゃうって形でね、で最終的にはこの中でねガスが充満して穴をボコボコに開けてくれるので暖流構造が発達する。見てください、この状態。昨日雨降って未だに水たまりができてるんですね。実はですね、ここ元田んぼなので、これ見ていただけるとちょっと分かりづらいと思います。ここからここまでしか刺さんないんですよ、こうやって刺した時に。雨降った後の柔らかいはずなのにここまでしか刺さない頑張っても、はい、20センチしか刺さんないんですね。ところがこの太陽養生処理をすると、このビニールの中で土が微生物によって暖流化を促進してくれるので、なんとこれがもっと刺さるはずです。実際にこちらの畑でね、暖流構造を発達させた結果、見てください、水田で育ちにくいとされているトマト、こんなに元気にね育ってます。はい、すごいね、有機農業の最新技術なので、家庭菜園に応用するにはビニールを使ったり発酵とか水分量とか結構ね手間がかかるんです。ですけどもこれだけね効果があるので、庭で今まで畑やってることがないところで野菜を育てたいとか、病気を出してしまった草だらけだとか、もしくは直売所に出すために人参とか玉ねぎ育てる時に手が回らないって時に、この太陽養生処理をすると草が生えないエリアができて、土もすごいふかふかなので野菜が育ちやすくなる、こんなね夢のような太陽養生処理というやり方をね、僕自身も何回か研究して、実際に今回はね簡易式、これこっちはねビニールを貼っただけ、埋め込んでないので何回もビニール使えるって形でね、埋め込んじゃうとやっぱり破れちゃったりなんとかするのでね、この簡易式でどれくらい効果があるのかないのかっていうのを比較実験したりね、はい、まあ毎回プロの農家さんはやるんですけども、家庭菜園の場合は困った時に太陽養生処理みたいな形で簡単にね始められるように、何か家庭菜園バージョンができたらいいなと思ってね研究してます。また詳しいことが分かったらね、雑誌とか書籍とかで紹介していこうと思っております。皆さんやってみてください。そしてこんなやり方もあるってことをググっていただくとまた出てくるかと思うので、太陽養生処理っていうねやり方もね自然菜園でまた紹介できる日を楽しみにしてます。ご視聴いただきありがとうございました。またね。